お疲れちゃんです。ラットです。だけどね、今日はね、ちょっと告知動画になるんですけども、ぜひね、見ていただけたらいいかなと思います。で、ちょっとね、これ、マジで、眩しくねって思った方いると思うんですけど、僕も、眩しいなと思いながら動画撮ってるんで、ちょっと皆さんもね、眩しいなと思いながら、ちょっと動画見ていただけたら、嬉しいです。はい、本当にごめんなさい。これ、閉めちゃうと、結構暗くなっちゃったんですよね。はい、なので、どうにかお願いしますというわけで、今回の、お知らせ的なやつなんですけど、今度ね、今度 日程言えやって感じなんですけど、12月26日ですね。はい、なんと1000人大会4つ、合計4000人大会をね、開くことになりました。4000人大会でございます。はい、4000人のね、頂点を決める、戦いが行われるというね、はい、お話をしていくんですけど、で、一応ね、携帯にちょっとメモがあるので、若干こう、携帯を見ながらね、はい、喋らせてください。で、この大会なんですけども、まあ、キヨキヨさんとね、はい、一緒にこう、いろいろ進行させていただきます。で、そのね、キヨキヨさんチャンネルでもう、具体的なね、詳細とか、大会のパスワードとか、結構大事な情報とか、もう全てがね、はい、載ってる動画がもう出てますので、それ概要欄に貼っておくので、ぜひね、まあ、そっちから見ていただけた方が、多分僕の説明よりは分かりやすいかもしれません。ですが、僕のもぜひ見てください。はい、というわけでね、詳細なんですけれども、選択が4つですね。まあ、4000人大会開きますよと。で、今回その参加条件なんですけど、俺トロ3000だけど参加できんのとか、俺まだトロフィー30だけど1取っていいとか、まあ、思う方いろいろいると思うんですけど、今回はなんと、トロフィー6999以下の方たち対象のね、大会になります。ちょっとつばしったごめんなさい。 はい、というわけで、なんと7000以上の人は今回はお休みでお願いしますというような、企画でございます。なので、ちょっとね、俺大会参加したかったのになとかいう方は、ちょっとね、はい、今回は我慢でお願いします。今後ね、まあ、7000以上だったり、こう、7000から8000とか、まあ、6000から7000とか、いろいろね、はい、大会できたらなと思ってますので、今回はちょっとね、7000未満のね、方々対象というわけで、よろしくお願いします。で、多分ね、そうは言っても、まあ、入るんですけど、7000以上の方、絶対何人か入ってくると思うんですけど、そういうのはもう本当に、もう、どうにもできないです。どうでもできないです。なので、まあ、やめてくださいというか、まあ、別に戦っても何も景品とかもね、はい、その人たちじゃないですし、本当に時間のね、ちょっと無駄になっちゃうので、やめてください。というわけでね、で、まあ、そういう感じでね、まあ、4000人大会が行われます。で、大会のね、スタート時間が19時でございます。大会設立は18時ですね。なので、18時に、皆さんぜひね、大会入るようにしてください。パスワードとかは、キョウキョウさんのね、チャンネルに発表されてます。はい、そして、その大会の各優勝者ですね。なので、まあ、合計4名で、後日、12月27日、19時より、もう最強を決めるというような、試合をね、行います。で、その、ベスト4の試合は、僕とね、キョウキョウさんで生放送させていただくので、ぜひそちらもね、お楽しみください。で、そちらの中で、こう4名でね、まあ、こう、頂点が決まるじゃないですか。で、その頂点は、まあ、天下行ってない最強が生まれるわけですよ。なので、その天下行ってない最強 VS、天下の一番下、天下の最弱と呼ばれるキョウキョウさんの、エキシビションマッチがね、行われますので、ぜひね、はい、皆さん頑張ってキョウキョウさんぶっ倒してください。僕は視聴者さん側のね、人間なので、ぜひ、はい、頑張ってください。それでね、賞品もね、もちろんあります。なんとですね、今回これ4000人の頂点に立っちゃった人には、立っちゃったって言い方はちょっとよくないかもしれないですけど、立った人にはなんとね、ゾーンはね、皆さんわかると思うんですけど、飲み物、エナジードリンクの、まあ、ゾーンを、あと1年分です。1年間毎日飲めるんですよ。はい。その1年分プレゼントさせていただきます。で、まあ、こう順位によってね、他の方にもね、はい、準優勝でも、まあ、ゾーン3ケース、1ケース多分24本とか、まあ、だと思うんですよ。で、3ケースで、3位には、まあ、3位、4位には、まあ、ゾーン2ケースね、プレゼントさせていただきますので、ぜひね、
はい、まあ、ゾーン獲得目指して、はい、優勝目指して頑張ってください。でですね、まあ、千人大会の、参加者たちにもね、こうやっぱチャンスが欲しいというところで、上位を取れなかった人とかにも今回ね景品があります。777位、多分ね画面に出てると思うんですけど、777位、518位、100位、10位、まあ、2位といった10位の方々にも、今回ね、ゾーンをプレゼントさせていただきますので、ぜひね、はい、大会参加ぜひぜひよろしくお願いします。しかも今回あれなんですよ、こう言ったら7000以上の人がいないわけですから、普段こうバトルフィー5000とか、まあ、6000で大会参加しててもいつも全然勝てねえとかもあると思うんですけど、今回はもういないので、強敵がいないので、もう全然ねこうトロフィー5000とか6000の方々でも優勝できるチャンスがありますので、ぜひ参加お願いします。そしてですね、まあ、もし大会に参加できなかった場合にも、ゾーンをね、いただく、商品ゲットのチャンスがありまして、まあ、ツイートですね、はい、ツイッターで、まあ、ツイートするだけで、ゾーンがね、はい、何人1ケースを5名様ですね、はい、に当たる可能性があるということですので、ぜひね皆さんツイッターもツイートしつつ、大会もね頑張りつつ、もうねいっぱいゾーンゲットしちゃってくださいという感じでね、まあ、今日はね、まあ、こんな感じの動画なんですけど、お知らせ動画なんですけど、まあ、26日ですね、はい、ぜひぜひ、大会にご参加ください。キヨキヨさんチャンネルで、27日は多分放送があります。なので、ね、そちらも要チェックでお願いします。はい。まあ、僕はこう、まあ、実況とか解説とか、はい、する感じでちょっとのんびりね、やっていきますので、皆さんもちょっとのんびりね、気楽に大会参加してね、見てくださいというわけでね、終わります。概要欄にね、キヨキヨさんのね、はい、もうわかりやすい動画あるんで、ぜひそちらもね、チェックお願いします。というわけで、またね、ご視聴どうもした。お疲れちゃんでした。バイバイ。